どうも、小向井美和子でーす。やっほー。今日は見ての通り、車で移動中。さあ、私はどこへ行くでしょうか。今から伊豆の方に行きたいと思います。そしてもう3日前ぐらいからね、私ね、すっげーイチゴ食べたいんですよ。イチゴ食べたい、イチゴ食べたい、イチゴ狩りしたい、イチゴ狩りしたいって始まって、でそんな中ね、ちょうどね、クソガキに胸ぐらつかまれて、そのクソガキが、謝罪運転手やりますってことでね、イチゴ狩りに行けることになりました。感謝だな。あ、映しちゃった。そうそうそう、ワンタロウくんって人、ワンタロウくんっていうクソガキです。胸ぐらつかんだやつです。すいませんでした。よし。ということで、一応終わり行ってきまーす。どうもー。やってまいりました。いちごハウスだよー。いちごハウス。いちご。すげー。あ、いちごばっか。よし。ここでいちご狩りしたいと思います。あー、すごーい、素晴らしい。来て。あー、幸せこれ。もう幸せでしかないよ、これ。あらららららら。あらららららやっぱ。あー、あー、いちご。よし、食うぞ。いちごね、これ。あ、すごい美味しそう。見て、これ。一回触ったら取っとかないとダメな。こうやって。ちょっと取れない。いちごヘタを取るじゃん。美味しそう。いちごいただきます。うまっ。ほら、犬よ、ヘタ入れをちゃんと持って歩け。はいはい。練乳はつけないんですか？うっせえ。このままがうめいんだよ。当たってる場合じゃないよ。すいません。いや、もう結構食ってますね。ん？俺もう多分何個だ、10個以上食べてる。1個下手食った。おばさん、緑とか食べたらやばいっすか？いや、やばくないけど、ただ味しないよね。酸っぱいもんね。下手にとってほらまずいからってこうされちゃう。ああ、大好きそうな。もったいないから。はい。うん。ちゃんと大丈夫っす。俺っすか。硬いですね。あ、でも割かしいける。サラダにこれ入れると美味しいんだよ。あ、サラダに合う。東南アジアのちょっとそういうのが好きだよ。好き好き。サラダに入ってますもんね。そうそう。そうそうそう。あ、しゃ。そうなんですよ。美味しいんですよ。赤いの、赤いのは美味しい。え、緑美味しかった？美味しいでしょ？うわ、蜂！
いいいい。うん、蜂はね、この赤くなったら飛ぶから蜜蜂がないとね、ボコボコのイチゴになっちゃう。そうなんですよね。ちゃんとしてくれますからね。うん、そうです。この逆にね、そっちに巣箱があるから、こうだから奥の方に行けばそんなにないかも。ああ、うん、まあまあ蜂がいてね、ちゃんとこうやってできるわけですから。はいはいはい。ああ。下手だけあって下手くそな。決めます。すいません。取るやん。うん。うんうん。うん。美味しそうじゃない？めっちゃ美味しい。絶対美味しい。じゃん、食べてよということで、なんかね、数えろということなので、ヘタを何個食べたから食べたからね食べたからちょっと数えたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。やべ、49個食べてたんだ。美味しいからいっぱい入っちゃった。やだ、いっぱい食べたっぽい。やばいね。さん、はい、今数えたのね、何個食べてた。49個食べてたんですよ。キリが悪いので、あと1個だけ食べてもいいです。ありがとうございます。失礼します。え、どれにしよう。どうしよう。よし、こいつをいただこうぜ。これで50個だよ。いただきます。うん、やっぱうまい。めっちゃうまかったです。今日はですね、いちご狩りの後に、熱海の方でご飯食べまして、その後に熱海金座劇場にやってまいりました。いいえ、もう見てきたんですけどね、やっぱり素晴らしいです。今日乗ってらしたお姉さまの踊り、しなやかで、ほんと指先までゆっくりゆっくり綺麗に動くんですね。憧れる。いやー、ほんと夢の世界っすね。ストリップってすげえ素敵すぎるんだ。人の演技、踊りを見てこんな感動することって、やっぱり生きててよかったなって思えることなんだよね。ああ、楽しかった。ということで、そろそろ私、今日の思い出をお風呂の中でもう一回思い返し、寝る前にベッドのポーズ考えます。それぐらいめっちゃ良かった。今日ほんといいんですよ、熱海芸人座劇場。オープンショーとかも面白い。、はい、そしてね、あぶね、銀座劇場に来ますとこういうものが売ってます。1500円で売ってます。皆さん、いいでしょう、ゲットしてきたよ。皆さんもぜひゲットしに来てね。それでは、